どうもこんにちは、ゆきじかです。今日もペナントじゃないや、英会話やっていきたいと思います。よろしくお願いします。最近ペナントの動画撮りすぎてペナントって言っちゃうんだよね。逆のパターンだわ。いつもと、いつもペナント撮るときは英会話やりますって言っちゃうんだけどね。こういう時に限ってね、英会話って言っちゃうんですよ。酔いどれ配信へようこそ。今日も楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。やがしさあ始まりました。甲子園大会2回戦です。ちょっと今日お酒飲んでるんで、お酒酔いどれゆきちか君でお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。楽しんでやっていきましょう。皆様今日も元気に生きておりますが、私も元気に生きております。よろしくお願いいたします。さあさあさあ、そう、走行戦略 B でございます。この状態でね、酔ってるって多分かる方もなかなかいらっしゃらないと思いますが、普通に酔ってます。普通にお酒飲みました。日本酒だけだけどね、今日は。よし、豪快に行きましょうか。小島さん、行ってこい。決めてこい。1点取られとんぜ。1点取られとんぜ。今日の動画はね、3点差中盤に逆転しよる動画やったけん、みんな見応えあったやろうから、その動画を超えてこう。3点差に取られとるのはなんでやねん。よくないね、よくないね。そういうのよくないよ。もっともっと大事にしてこう、1点を。1点を大事にします。なので、ここ1点取ります。よろしくお願いします。あ、オッケー、これ行きます。レースレースガーン、ビッグフライ。皆様、よかったらコメントしてってください。私、皆様にコメントいただけるだけで活動のモチベとなっておりますので、ぜひ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 コメントお待ちしております。よろしくお願いします。やっていきましょう。くれるよ。ありがとう。この二遊間、カッチコチやで。二遊間、カッチコチやで。オッケー。ほんまは多分打てるで、ここ。普通に打つで。背中返し。センター返し。ああ超東大躍動とは。超東大躍動とは。改革いきます。あ、オールエースに乗ってる、鈴木が。見て、見て、みんな見て。オールエース、万歳。強いよ、オールエース。あ、オールエースやよ。オールエースの一見がないわ。オールエースの一見とは。ここはあえて転がせていきます。あ、オッケー、これセーフになるやろ。ワンちゃん。セーフ。セーフにしてくれてもいいんだけどね。もうちょっと、オッケー、マッチナイス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 。いいよ、いいよ。少しでも後ろに繋いでこう、みんなで。みんなでね。そう、精一杯をもう一回。オッケー。とりあえずこれで1点差と。1点差まで行けば、なんとか追いつけそうって感じがするよね。正解は恋に落ちている。光の花、胸を咲く。藤本。背中足、よいしょか。安倍人いたら背中足。もう、オールディーにはなってるぜ。藤本、次期最強バッターやろう、お前。おい、なん、ショートがうまい。お、ショートがうまかったで、ゴンス。ショートがうまかったで、ゴンス。ゴンス、ゴンス。鈴木さんは、ここ走ります？エンドランかけようかな。スタートでしょ。オッケー！理想的なエンドランやん。で、このノーアウト1、3塁のチャンスでマッチに回せるの激アツやねん。マッチ決めてこい。28本目は無理や。これ上がりすぎやな。上がりすぎやな。上がりすぎや。ようそこまで伸びたわ。3塁まで行っちゃうんだ。すごいマッチ。あざ、マッチ。あんとマッチ。で、ギータ。ギータも、ギータも続こう。ギータも続こう。ギータも続こう。うまい、うまい、うまい。さすが。広角打法。よし。いいよ、いいよ、いいよ。酔いどれでも反応はしっかりしてるぜ。ちょっと鈍いかもしれんけど、山田。山田は10本目を打ってくれ、そろそろ。山田はそろそろ君は10本目を打つんだ。行ってこい。10本目を打て。解き放て。その魂を。10本目マサスルサスルスースいいね。いやーサンスルサンスルはい、川原。川原バラバラ、センター返し。センター返し。Oh my gosh。 よし、取れるときに点は取っておこう。藤本お疲れ様。鈴木ダイソーでいきましょうか。チャンスセーフになっちゃったしね。チャンスセーフになっちゃったから、ダイソーとしてしばらく使わないから、ダイソーとして使ってあげるよ。走りまーす。チャンスセーフやったら大会で何番に行こうかな。1番に行こうかな。内藤、くせ者使います。転がしますか。転がせ、転がせ。OK、 うまい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 。ナイス。いいよ、いい進塁打。その進塁打はきっと彼を救うだろう。はい、強振できます。背中返し、背中返し。 OK、 ナイスピッチャー。これが二刀流よ。全然ホームランが出ない二刀流やね。それは果たして二刀流と呼んでもいいのか分かんないけど、
大谷翔平さんを見てるとね、それは二刀流じゃないかなって気もするんだけど、意外と打ってるからね、まあ、悪くはない。いけ、鈴木、ケントズフラッグ、ちょっと早いタイミングが。オッケー、岡島さんにしっかりと回してあげるところで偉いね。岡島さんに回して、マッチに回して、ギータに回そうっていう、居心地が伝わってくるわ。気持ち大事、気持ち。気持ち大事、気持ち。センターし。センターに返します。センターに返します。いけ。岡島さん。オッケー、ナイス。冷静やね。冷静やね。マッチ行こう。マッチ。マッチ。マッチ、マッチ。そこにマッチ。いけ。羽ばたけよ。オッケー。マッチ、ナイス。満塁でギータも熱いな。もうなんか、この本塁打王争いを、いつまでも永遠と見れたいね。26本です、こっちは。マッチは27本だった。満塁弾で27本目追いついたら超かっこいいけどね。行ってこいよ、ギータ。ギータさん。あー、三振。逆にここで、あれやで。10本リード。10本、あー、オッケー。満塁でずっと続くね。満塁が続くよ、どこまでも。満塁は続くよ、どこまでも。みんな単独しか打たんや。満塁は続くよ、どこまでもやね。泣き棒、広角か。すなわち行こうか。行け、カバラ。カバラ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 。カバラバラバラ。カバラバラバラ。いやいや、満塁だからね。走んなきゃ、走んなきゃ。だよ。カバラがここ決めてくれる。おーおー、押し出しかい。押し出しか。ここ代打出しまーす。青柳できます。普通に青柳できます。青柳できます。流します。うまいけど、うまいけど、これセーフじゃない？ナイス！青柳いいの。さすが青柳は。内藤もこんだけ点差離れたらいいかな、出しちゃおう。代打します。ここアベレージヒッターになったら長いできます。アベレージヒッター長い。どんなバッターになるでしょう。つながし。初じゃない？アベレージヒッターついてからの打席。あ、これはアウトや。シャンマくん頑張れ、ホンマくん。ホンマくんほんまに頑張れ。ほんまに大丈夫だー。いけ、ほんま。頑張れ、オッケーいいよー。青柳のところに打たしてきゃ、問題ない。てか、後ろにも守備カッチカチやからな。後ろの守備カッチカチやからな。せやで、普通に後ろの守備カッチカチやから、安心して、打たせな。いけ、いいよ。いいよ、販売頑張れ。いや、ゲッツーシフトができるというふうにいいふうに捉えよう。ゲッツーシフトができたというふうにいいふうに捉えよう。ゲッツーシフトが使える、これで。そうやで。守備の経験で食べれるわ。オッケー。いけるよ。オッケー。ゲッツー取っちゃうの、ゲッツー取っちゃうの。わーお。わーお。次の並列の顔。多分別日の行き地か。はい、始まりました。おはようございます。次の日の朝です。お越しの嬉しいです。おはようございます。みんな酔ってる姿を見たと思ったら、次は寝起きの姿を見なきゃいけないんですね。大変ですね。おはようございます。ここまで見てくれてる、後半まで見ていてくれてる方は大体俺のことが好きな方だと信じておりますので、ぜひお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。滑舌が終わっちゃる。昨日ね、猫のブーちゃんっていうお酒を飲んだんですよ。猫のブーちゃん美味しかったね。みんなよかったら飲んでみて、猫のブーちゃん。あゆむさんいいね、天才プロだね。さすがいいピッチャーだわ。しかも強かったもんね。総合戦力 C だったけど、 C にはないピッチャーの強さしてるわ今回。まあそういうところでも打っていくっていうのがうちのチームなんですけどもね。はっ、ここはセーフティーしまーす。あえてね。そう、うまい。こういうところよ。余裕のセーフ。余裕のよっちゃいいかと呼んでください。センター返しでいきます。オッケー、マッチ。ナイスマッチ。マッチ、そこにマッチ。羽ばたくよ、マッチ。ギータ、ラッキーボ、阿部ヒがついたのは緑子か。いけ、ギータさん、残り4本よ。残り4本やで。ホームラン打てると思うよな、私。残り4本なら。残り4本打ってほしいな。あともう残り1本でずっと止めてる男、山田です。はい。マジで山田君も言ったけど、まあいい当たりなんだよな、本当に。いい当たりなんよ。間違いなく。そう、いい当たりだから困るんだよね。まあ、みんないい当たり。みんなそこでいい当たり。マッチとギーター、マジでもうホームラン打つことだけ考えてくれればいいね。二人はとりあえずホームランだけ打とう。あ、全然回ってこない。マジで、
あゆみさんいいピッチャーだね。ちゃんとセンター返しでいきましょう。いけ岡島さん、岡島さん、あー三振つくで。よし、これで全員出してきた。急成長使います。ほんまようやくここに来て急成長、初の急成長です。これで打たれなきゃ防御率2点だやろ。本間もだいぶ盛り上がってきてんね。伝令も盛り上げてくね。はい、今のは全然うまくなかったね。ほんま、いけ、ほんま、いけるよ、ほんま、ほんまならいける。ほんま、おう、もう今の絶対抜けたかと思ったわ。波のショートだったら今のは抜けれたね。わかるかな、みんな言いたいこと。今のは波のショートなら抜けれた。俺だったら抜けれた。そう、今のは鈴木だから抜けなかったんだよ。あ、これは抜けちゃうね、さすがに。今のは守備のポジション的に無理だわ。綺麗な選択肢だった。ただここからゲッツーを取るのが彼は得意な男でございますので、ここからゲッツー取っちゃうよ。してる、ほらね、ほらね、宣言ゲッツー。ふぅ、ありがとうございました。宣言ゲッツー割と好きだわ。03です。本間が割と成長してきましたね。もう本間の活躍に乞うご期待でございます。はい、な感じでございまして、皆様酔いどれと寝起きのゆきちか両方ご覧いただきましてありがとうございました。また皆様次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。